今日は業務スーパーに2人で行ってきました。いっぱい買ったので商品を紹介したいと思います。こんにちは。こんにちは。今日は業務スーパーに行ってきたので、買ったものをちょっと紹介してみたいと思います。まずは白卵 LL サイズ、うん、LL サイズの卵173円です。173円。これ全部消費税抜き抜きの値段です。で、小池屋のポテトチップスの大きいサイズ特盛り198円。僕が大好きで毎日食べてる。家に常備してます。で、エンジェルバイク、これはネットで業務スーパーの商品を紹介してるブログなどですごい評判が良かったので買いました。ギリシャ産のお菓子、楽しみです。ギリシャ産のお菓子、どんな味か。これはこれも家に常備してるチーズ460g 入りで360円、なので他のスーパーより全然安い。よう買うやつやな、うん。で、粗挽きフランク、フランク、これも178円、 260g 入りで178円なので、すごい安い。9本入り。薄揚げ5枚入りで58円なので、すごい安い。安い、ね、うん。で、あとは冷凍食品をいっぱい買ったんですが、ハムカツがこれすごい美味しい。薄い、昔懐かしい味、ハムカツ、500g で338円。薄めで食べやすい感じです、ね、うん。油も少なめでも上がるから楽ちん、うん。で、これはもう鬼リピしてる。鬼リピ。鳥屋さんのチキンカツ。チキンカツ。1キロで460円。国産やし、すごいしっとりしてる。胸肉やのに、しっとりしてるし、めっちゃ美味しい。美味しいな。うん、みんな大好き。これはめっちゃうまい。これめっちゃおすすめ。で、初めて買った豚ロースカツ。700g。700g。これはもう揚げたらもうトンカツが出来上がるから。手作りでとんかつなんてめんどくさいから、これでカツ丼もできるし。ピザ生地、業務用ナポリ風クラスト5枚入りで348円。これも2回目の購入でめっちゃ安い。5枚入りで340円、めっちゃ安い。上にグーのせて焼くやつ、あのヘリがついてるからね。そうそうそう、グーものせやすい。のせやすい、ほんまのピザみたいね、うん。これも超おすすめ。で、初めて買ったカレーコロッケ、これもまあ業務スーパーのブログとかで美味しいって書いてたんで買いました。定番なのかな、カレーコロッケ。10個入りで185円。なんかめちゃめちゃ安い、安い、ね、しかもカレー味っていうね。そう、楽しみ、楽しみ。で、これも2回目の購入のカニ入りクリームコロッケ。カニ、かわいい、かわいい。これも10個入り、うん、10個入りで285円。これめっちゃ安い。いいね、これも揚げるだけ。これ楽してね、うん、美味しいの食べれば。 ね、揚げもめっちゃ買ってる、うん。味の素のザチャーハン、これもめっちゃ今までも何回も買って、いろんなスーパーで買ったことあるけど、行数が348円。めっちゃ安い。これが味が濃くてうまい、うん。 600g 入りで、なんか美味しい、食ったっていう感じがする。そう、チンやして、チンするだけやし、なんか冷凍チャーハンっぽくない感じだね、うん。香りがすごい。そう、ニンニクなんか、そうやな、お店で食ってるような感じやな、これ超美味しい。で、うん、袋を持っていくの忘れたので、レジ袋を15円を2枚買って、全部こんだけ買って、うん、全部で4105円。4105円、税込みやな、これは税込み、うんうん、いいね。すごい安い気がする。安いな。これだってコロッケとかカツとかチキンとか、ね、1回で使い切られへんからな。何日も持つからな。そうそう、楽しみに食べる。楽しみに食べるのな、うん。何回か分けてな。そう、ちょこちょこ食っていこう。まあ一応これは全部、まあ、全部というかこういうチキンカツとか全部いいと、国産だから、うん、
ね、安全。私は中国産は絶対買わない主義なんで、うん、まあ、でも業務スーパーは中国産の冷凍食品とかもすごい、うん、まあ、野菜とか冷凍されたらすごい、うん、ほとんど中国産だけど、最近は国産のでこういうのが増えてるから、より、まあ、後ろ見て、うん、まあ、安心安全安い、うん、量もいっぱい、うん、そうそう、最近はね、業務スーパーさんすごい、うん、なんかすごい流行ってるテレビとかでもね、すごい特集されてるし、うん、それぐらい流行りなやなっていうのは感じるな、うんうん、皆さんもぜひ買ってみてください。今日の業務スーパー紹介は以上になります、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。